土曜日夜10時、明るい未来にチェンジの時間がやってまいりました。パーソナリティの FC 神岡です。明るい未来にチェンジは社会を良くしていくための情報ラジオです。本日のテーマはベーシックインカムと民主主義と日本社会です。本日もここでしか聞けない目から鱗のお話たっぷりです。お楽しみに。パーソナリティの FC 神岡です。はい、本日も、トークの相方にジャズシンガー義母貴子さんに来ていただいてます。義母さん、こんばんは。はい、こんばんは。はい、よろしくお願いします。はい、ですね、本日のテーマは、はい、ベーシックインカムと、はい、民主主義もちょっと入って、うんうん、日本社会ということで、うんうん、先日ベーシックインカムと女性っていう形で、はい、ちょっとお話をさせていただいたんですが、はい、今週は、はい、さらに大きな視点からいいですね。はい、まずはその、ジェンダー問題っていうところ、はい、ジェンダーっていうのは、女性が、どういうふうに社会的に扱われているか、うんうん、男性がどういうふうに扱われているかっていうのはジェンダー問題なんですけど、その観点から実は日本は、女性じゃなくて男性が苦しんでる社会なんじゃないかっていう、うんうんうん、もちろん苦しんでる女性もたくさんいるんだけど、はい、全体をして苦しんでる男性の方が女性より多いんじゃないかってい う、なるほど、これはまた新しい視点というか、そうです ね、最近そういう指摘も結構されるようになってきてるんですけど、ずっと例えば昭和平成の時代は、平成の特に前半ぐらいまでは、はいはい、女性の権利とか、うんうん、女性が差別されてるみたいな、でもそれを突き詰めていくと、男性の中での差別、男性全員が女性を差別しているというよりかは、男性社会の中で虐げられている男性の方が大多数、その虐げられている男性みたいになりたくないから女性が社会進出が進まないみたいな。なるほどね。でその、で結局その虐げられている男性の問題が女性に波及してるんじゃないかっていうのが、実はその日本社会の根本的な問題の構図なんじゃないかと。なんか新しいですね。新しいですか。やっぱ女性っていうワードがやっぱり強いっていうかね、フォーカスされがちだから、そう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 、男性にあんまり光当たらないじゃないですか。そうなんですよ。だからね、でも結局、女性の社会進出とかなんかいろいろ言われてきて、で見てみると、社会が女性を受け入れたというよりかは、女性が男性化していった。男みたいに、攻撃的に、もう攻めていくことで社会進出するみたいな、でそうじゃなくって、もう昭和の時代にすでに物を行き渡って、ある程度もう合理化とかオートマチック化とか、ロボット化、AI 化は今ほどじゃなかったけど、進んでたわけですよ。そしたらそこで男性一息ついて、男性が家庭進出をすればよかったんですよ。なるほど、逆にね。そう男性が家庭に戻って育児をする、家事をする、介護をする、やっとちょっとずつそういう人も増えてきましたけどね。だからそういうことをすべきところが本当はフェミニズムだったんじゃないかな。ところが何かこう勘違いしていて、女性がその社会に進出できないのが問題だとか、そういうふうになんかこう捉えられてた気がするんですよね。じゃあ今の話でいくと、男性が疲弊してるから、そう、男性にもっと優しくしてあげたら、女性もますます幸せになる、おのずとこう進出するというか、社会的にも自由になるじゃないけど、企業選手として成功するのが社会進出じゃなくて、社会のために社会が良くなるようなこと、そのために自分が何ができるか、自分の特技がどう生かせるか、そういうことを考えることが本当の意味で社会進出だと思うんですよ。
確かに、うん、だからなんか今の時点では社会進出してる女性って強いっていうイメージですもんね。あ、そう、強いってイメージでしょ。強いってイメージだから。そう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 。うん、で私みたいに例えば PTA 頑張るとか、うんうんまあ、PTA そんなに頑張ってなかったけど、まあ、例えばあのマンション管理組の仕事頑張るとか、うんうんうん、そんなことやってるともう誰も褒めてくれないわけですよ。うるさいおばさんぐらいしか言われること、ね。だけどあの本当の意味でそういう社会とか家庭とかを支えているのは無償労働なんですよね。育児とか家事とか介護とか本当ですよね、うんうんうん、それで、まあ、本当にそのなんていうかあのいつか AI 化と BI、うんうんうん、AI と BI みたいな話も、ねうん、したと思うんですけど、はい、私はまあまあ、いわゆる会社員時代は、うんうん、あの金融関係とか保険関係とかで働いていることが多くて、うんうん、でも私がやっていた仕事はほとんど AI に代替されそうな世の中になってきて、で逆に、まあ、今の時代もう必要とない仕事を私はもう過去頑張ってたわけなんですよね、うんうんうん、悲しいことに。でも、そういう仕事はあの AI にやってもらってで、 できる仕事は、はいうんうん、人間は人間じゃないとできない仕事、うんうん、人間がやるからこそ意味がある仕事をやるべきだと思うんですよ。確かに、うんまあ、私はもういいけどあの例えば恋愛とかいいねいいねまだ4つがあるかな私は。え、何言ってんですか、まだ現役これから頑張ってもらえたそうそう、だから恋とか恋愛とか、まあはいはい、結婚するかしないはまあいいんだけど、で、まあ、例えば出産とか育児とか、うんうんうん、そういうことはやっぱり人間じゃないとできない、まさにね、仕事じゃないですか、うんうん、それから、まあ、例えば伝統工芸とか伝統あの芸能、確かに、うんうん、例えばあのこの、沖縄だとエイサーとか、うん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 、確かに文化的なことってほとんどそうですね、人間にしかできないですもんね。そうそう、いやそれを AI がやってどうするんだみたいな確かに A さんもね、うん、そうそう、踊りも、そうそうそう、歌も絵も、そう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 、うんね、で例えばお祭りのなんかその式次第みたいなものも、うんうん、やっぱり地域によって違うし、うんうん、特色があるんですよね、うんうんうん、で、そういったものを継承するとか、確かに、うん、地域の神楽踊りを継承するとか、うんうんうん、そういうことはやっぱりその地域に住む人間がやらないとやっぱり意味ないじゃないですか。それから もちろんあの、精巧なあのガラス細工を、まあ、例えば3D コピー、プリンター、うん、3D プリンターか、うん、そうかそうか、うんうんうん、そういうものを使ったら多分できるとは思うんですけど、うんうんうん、そうじゃなくてやっぱり人間の手仕事としての、うんうんうん、例えばガラス細工とか、うんうんうん、例えばその、竹細工とか、うんうん、そういうことを藁編んだり、あ、そう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 、ね、そう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 、うん、であれもかなり技術がいることなので、うんうんうん、そういったことをあの人間の技術として、まあ、あの継承するとか、うん、そういうことはやっぱり一つ対あの経験値を通してやっていかないといけないと、まあ、ならないことだと思うので、うんうんうん、そういったことをあの人間がやった方がいいと思うんですよ。そうですよね、うん、あと方言とかもね、あ、そうそう、言葉の保存とかね、そうそう、あの沖縄言葉も今どんどん失われつつあって、うんうん、そうですよね、うん、それをどうやって残すかってものすごく、うん、あのシビアな問題なんですよね、うんうんうん、そうですよね、本当にでその言葉に関わる例えばその地域の行事とか、うんうんうん、文化とか、うん、生活とか気候とかそういったことがあるはずなので、うんうんうん、なんと豊かなんでしょうか、そういうことがもしできたらあ、そう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 、ね、うん、で私こっち来た時に、うん、あの口笛吹くのが上手い人が多くてびっくりしたんですよ。ああ、指笛かな、指、あ、そうそう、指笛か、ヒューっていうね、うんうんうん、あれすごいですよね、すごいですよ ね、ちょっと私もできないですけど、うん、お父さんはできます、うんうん、おー素晴らしい、お父さんうん、そうそうそう、でだからああいうのももともとはだからその漁師さんの知恵らしいんですよね、うんうん、海にいてやっぱり声が届かない、でも指笛は届くみたいな、うん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 、それでいろんなことをこう遠く離れた船同士で連絡とかし合ってたみたいで、うん、だからあのそういう、まあ、あの今はその魚群探知機とかがあるって漁業まあでもどんどんそういうことが進んでるんだけど、うんうんうん、でも本当にその漁業も本当に職人の世界で、うんうんうん、あの
毎日海に出てる人にしか分からないその海の荒れ方とか色とか、うん、ここに魚がいるなとか分かることがあるみたいなんですよね。そうですよね、うん、本当ですね。そういったいろいろなことをなんか人間が継承するから意味があることっていうのを、うん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 、人間が どんどんやっていくべきだと思うんですよ。確かに、うん、あと、まあ、あの絶対その社会に何かしなくちゃいけないっていう思われるとまたそれも困って貢献したいできることがある人をすればいいけど、うん、何したら分かんないしていいか分かんないっていう人は、うん、ぼやっとしていいしていていいと思うんですよ、うんうんうん、いや普通に生活するだけでもすごいことですからね。そうそう、普通に朝昼晩自分で自炊して作るだけでも相当大変だし、ね、そうですよ、うん、素晴らしいことです。そうそう、大したことしなくてもね、あのギモノさんされてるみたいにちょっとビーチクリーン行くとか、私も最近なんかあの、うちの夫とあの週末ちょっと近所をお散歩するんですけど朝、うんうんうん、あのギボンヌさんたちのことを思い出して、うんうん、あの火鉢バサミをちょっと買ってきて、うん、であのちょっとこうやってあの吸い殻とか拾いながら、優しい本当ですね、ビーチクリーンね。でもそうしたら、うん、あの夫婦二人で歩いてる時は、まあ、道行く人と、まあまあ、挨拶ぐらいは会釈ぐらいはするんですけど、はいはいはい、ゴミ拾って歩いてたら、うん、地域の人が話しかけてくれて確かに確かにね、うんうんうん、君たち見ない顔だけどこの辺の人じゃないよねとかって言われて、でそこから立ち話が始まっていいですね、そういうのもね、あで地域のもう本当に多分長く住んでらっしゃる方だと思うんですよ、うんうんうん、であの港を見ながらここはねマグロの漁港でね、うんうん、でこの辺の競りっていうのは女の人が行うさって言って、全国でも珍しいんだよって沖縄ではね女性あのなんかそういう商売に関することは女性の仕事っていうなんか分担があったらしいんですよ。へ、うん、え待ってめっちゃいい話聞いてるじゃないですかそんな些細な、ね、立ち話からそんな素敵なこと聞いたんですか。あそうすごい朝6時半過ぎ の、うん、あの朝日を見ながら水平線を見ながら港を見ながら小高い丘の上で素敵ですね、門パの木の下でめっちゃね自分で調べたらたどり着けないような話じゃないですか。あそうです、ね、地元の人しか多分ご存知ないような話だと思うんですよ ね面白い、でこの辺の刺身屋さんと仲良くなったらもうセリと同じ価格でマグロちっちゃいマグロくれるさ待って、ね、売ってくれる有益な情報めっちゃ有益。あ皆さん港付近のお刺身屋さんで食べてくださいいいないいな行きたいそうそうそんな感じでいいですね、うん、だからあの多分その火鉢バサミ持ってあの掃除してなかったら多分話しかけてくれなかったと思うんですよ。確かにいい循環ですね、うん、あそう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 いや本当だからあのこれはねビーチクリーンやってますよって言ってなんか、うん、あのフェイスブックとかでね、ま、たまたまちょっと見かけただけなんですけど、まあギボンノさんのおかげっていうか、うん、いやいやいやありがとうございます、はい、あそうそうあれ何の話をしてたっけラジオ何の話をしてたか忘れちゃった何だったっけあそう伝統伝統人間にしかできないそうそうそうで人間にしかできないこと、うんうん、そうでもそういうあの掃除はひょっとしたらあの AI ロボが掃除できるかもしれないけど、うんうん、でも人間がそうやって掃除をするからこそ交流が生まれることってあるわけじゃないですか、うん、そうですねそうですね、うん、そうそうだからあのそういうあの人間同士の交流とかあのそこでしか聞けない話っていうのをやっぱりそのね、あの継承することが大事だと思うんですよ。確かに確かに、うん、だからお金と時間に余裕があればねみんなどんどんそういうことができるわけだからねそう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 、うんうん、でたとえ、まあ、社会に直接的な貢献をしなくても例えばもう今読み切れないほどの本があって漫画があるわけですよ、はいはいはい、それから、映画とかドラマのコンテンツもものすごい量があって、はいはいはい、もうそれを消費することだけでもそれを作った人へのリターンですよね。確かにうん、だって見る人も聞く人もいないのに作ったってしょうがないじゃないですか。確かにみんなが仕事して忙しくて音楽聞く暇もない映画見る暇もないって言ったら何のために作ってるのって話になるじゃないですか。確かにね、うん、本当ですね、うん、だからあの音楽を聞きに行くジャズライブをねカムズさんカムズさんに聞きに行く、うんうん、それから、伝統のね沖縄の伝統の踊りを見に行く、うんうん、エーサー祭りを見に行く地元のエーサーをあの通りがかっておひねり出すとか
本当ですよね、うん、なんかそう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 、ね、映画ばっかり見てる、本ばっかり見てる、アニメばっかり見てるとか思いながらめっちゃ貢献してるみたいな。あ、そう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 、いや消費することって大事なんですよ、ね、本当ですね、うん、でなんかその贅沢は敵だみたいなことを未だに言う人がいるんですけど、うん、いや贅沢する人がいなかったらじゃあ何のために働くのよって、うん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 、そうですね、うんうん、そうそう、あのね、ヨット作る人やっぱりヨットに乗ってくれる人がいないと意味ないわけじゃないですか、うんうんうん、そしたらやっぱりね富裕層も必要だし、うんうん、あの本当に伝統工芸っていうかそのあの糸を紡いで、うんうんうん、ちゃんとしたその伝統的に染色をして、はい、それをちゃんと旗を折って、うんうんうん、で着物に仕立ててってものすごい手間暇かかる大変なことなんですよ ね、 そ, うですね、ね、そしてその着物が1着200万300万して当たり前、うん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 、だけどそれを今の普通のサラリーマン家庭で買えるか、うん、無理ですよね、うん、無理です着てどこに行くのと買えないそうそう着ていく場所もないですよね、うんうん、だけど、まあ、生活に困ってない人にも月々20万配れば、うん、そういったあの伝統あの工芸とか、うんうんうん、そういったものの、例えばあの焼き物とか、うん、着物とか、うん、帯とかそういったものを買ってもらって、うん、で伝統芸能を見に行く、うんうん、そういう時におしゃれをそういうね伝統的な着物を着て、うんうんうん、あの見に行く、うんうん、すごい豊かな時間だと思うんですよ。そうですよね、うんうん、だからまあ食べ物とかもそうですけど、あ、そう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 、なんかねやっぱりちょっと無農薬とかね、うん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 、そういう いいお肉とかさ、うん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 、買おうとしたら高いわけなんででもそういうものを守らなきゃそう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 やっぱりいけないわけだから、 それを高いと思わされてる金銭感覚がそもそも問題だって気づかないとですよね。そうですよね、うん、だって真面目な人が真面目に作って真面目に価格設定したものが高いって感じるとおかしいと思うんですよ。そうですよね、当たり前じゃんってやっぱり思わないと。そうですよね、うん、粗悪なものがあの標準になりすぎていて、うん、そうそう、で結局なんでそういうふうに粗悪になっていくかっていうのが、うんうんうん、ある意味その男性が特に日本社会ではなんですけど、あのあまりにもこう辛い生き方を強いられてるんじゃないかと、うん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 、でまあ先週特にあのジェンダー的不平等から、うん、あの女性があの経済的に困窮しやすいっていう話を差し上げたんですけど、まあ、改めてあのその世界のジェンダー問題というのをざっくり、はい、あの見てみると、うん、あ、これもまたまた私がやっている、はい、あの長ったらしいタイトルのブログ、うん、住民発議による住民投票、うん、&無条件ベーシックインカムというタイトルのブログで、うん、ジェンダーとベーシックインカムというタイトルのところで、うん、もうこれ本当にあの借りてきたあの内容ばっかりで恐縮なんですけど、あのその、まあ、男女間で 不平等があると、うんうんうん、その、まあ、政治経済の重要な意思決定にあの、まあ、高学歴の男性だけしか参加できない、うん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 、それで、男女の賃金格差が生まれる、うんうん、そこにセクハラとか、うん、それからモラルハラスメントといった問題が生まれる、うん、まあ、いろんなことがあって、うん、でそのジェンダー不平等が発生する原因は様々と言われていて、うん、まあ、宗教的伝統、うん、まあ、伝統的な社会構造とか風習、うん、それから教育の欠如、うんうん、まあ、例えば広告とかテレビで メディアニュースの性の役割といったものが強調される、うんうんうん、まあ、それが、まあ、あ、結構もう何十年前なんですけど、はいはいはい、僕食べる人、私作る人、女性が私作る人で男性が僕食べる人っていうコマーシャルがあったんですよ。え、そんなコマーシャルあったんですか。あ、そうそう、これフェミニズム団体からもう総攻撃を受けてそう、役割固定すんなっていうことで確かに、うんうん、それでその日本の男女の不平等さ加減がどのぐらいの、まあ、世界的に位置するのかということで、うんうんうん、まあ、ジェンダーギャップ指数っていうのが一般に使われるんですよね、うんうんうん、でジェンダーギャップ指数というのが世界経済フォーラムが発表しているもので、うんうんうん、であの4つの指標があるんですよ、うんうんうん、経済指標、うん、教育指標、うん、保険、政治、うんうんうん、で0から1までのスコアで表されて、うん、1が満点、うんうん、で0に近くなるほどあの、まあ、悪いんですよね、うんうん、あの悪いというか男女のあの男女間が不平等、ほうほうほう、うん、で日本は教育と保険はその、まあ、特に教育はよくって、うん、あの男女平等がもうほぼほぼ、うん、あの実現されている、はい、うん、で保険もそんなに悪くない、うん、ところがあの経済と政治が、うん、もう世界最下位に近いぐらいなんで、うんうん、悲しい、うん、これで日本 の、 あのジェンダー不平等っていうのがひどいよねって話になってるんですよ。はい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 、うん、でただ、うん、あの
その世界的に男女の不平等がひどいと女性の不幸感が増すっていう世界的傾向があるんですよ。ところが日本だけこんなに男女が不平等なのに女性の方が幸福感を感じているっていうことで、あの奇跡の国って言われて言ったか悪いんだかなんですけど、面白いですね、うん、そうで、なんでこういう特殊さが生まれてくるのかっていうので、はあはあ、まあ、ニュースウィークの、まあ、コラム的な記事を読んでいくと、うん、まあ、その、まあ、なんていうか、うん、まあ、特に女性が男性よりも、うん、幸福度が高い男性が、ね、うん、ネガティブな感情を抱くっていうのは、うんうん、男性の働き方とか社会的な位置っていうのが、うん、ものすごくこう生きづらいところにあるんじゃないかっていう指摘があるんですよね。でこういう指摘をされる人は最近すごく増えてきていて、うんうん、でこれ実経験、まあ、私もその金融とか保険とかっていうところで働いてきた時に男性 の、まあ、その労働時間がすごく長い、うん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 、1日に、まあ、15、6時間から18時間ぐらい働くのって、まあ、そんな珍しくない働きすぎですよ、うん、で通勤時間も入れるともう20時間ぐらいを会社に奉仕している。うん、で通勤時間プラス取引先との、まあ、飲み会とかそういったことも含めると、うんうん、で結婚してから私ほとんどうちの主人と平日時間過ごしたことがないんですよ。顔を合わせたことがない、うん、ほぼ毎日12時から1時ぐらいの間に帰ってくる、うん、それはなんかその取引先との接待とかも、まあ、含めての残業があって、うん、でもその残業はまあ一応カウントされないんですよね、うん、残業としては、うんうんうん、で朝は4時半ぐらいに起きて5時ぐらいの電車に乗っていく早いよ、うんうん、でそれで6時ぐらいに会社に着くと落ち着いて仕事ができるんですって。はあ、うん、それでまあ、いわゆる残業しなくていい、うん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 、から朝早く行った方がいいということでそういう時間割になってたんですけど、でも朝早く行っても夜遅く帰ってくるから、うん、それでも私もねやっぱり家族帰ってくるまで心配だからなんとなく眠れないんですけど、うん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 、やっと眠れるとかって言って布団にダッシュ、うん、なんかスライディングしていく、うん、様子を感じて、あ、やっと帰ってきたかって こっちも固定みたいな。うん、だから、うん、だからそのやっぱり男性の働き方が異常に長い。確かに、うん、でその仲良くもないのにただ取引先だけという理由で飲みに行く理由がわからないって外国人の方に言われるんですよね、よく。うん、それから なんでみんな転勤 100% 受け入れるんだ、信じられないってまた外国人の方に怒られたりするんですよ。確かにね、うん、外国人からしたら謎なことばっかりです、ね、そうそうそう、うん、だからそれを考えるとその日本人の男性ってこう働きすぎることが当たり前すぎることになっていて、うん、うん、だからそれによってそこまでの働き方をいくら男女平等って言われてもうん、うん、そこまでの働き方できないよっていう、女性も独身でねずっと男性並みに頑張るんだったらいいんですけど、うんうんうん、途中で結婚とか出産とかっていうイベントが入ってくると、うんうんうん、もうその働き方は無理だからやめざるを得ない。そうですね。うんうん、で旦那さんが転勤するともうそれについていくか、うんうん、あるいは子供の教育があるかということで残る、うんうん、そうすると男性のストレスがすごくやっぱり半端ないと思うんですよね。そうですね、うん、だから先週は、まあ、女性が損をしているって話が中心だったんですけど、はいはいはい、女性が損をする根本原因は男性の大半が辛すぎる働き方をしているっていうところにあるんじゃないか。つながってる。そうそう、うん、そうすると元々私が提唱しているベーシックインカムっていうのは女性にも男性にも高齢者にも赤ちゃんにも配る、もうとにかく全員に配るっていうものなので、うん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 、そうすると自分が働かなくても奥さんももらえる、子供ももらえるとなると、うんうん、一息つけると思うんですよ。そうですよね、うん、でそこで初めて転勤嫌ですとか接待嫌ですって言えるようになると思うんですよね。確かに。そしたら初めてそこで日本がうん、うん、グローバルスタンダードを満たす国になるんじゃないかと。確かに確かに、はい、期待、はい、しているわけなんですけれども、はい、そうですね、はい、まあ、ベーシックインカムは必要不可欠ですね、はい、日本社会にぜひぜひ、はい、ということでギモンドさん今週もどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、
ーソナリティの FC 神岡です。明るい未来にチェンジ、エンディングが近づいてきました。本日のテーマはベーシックインカムと日本社会。 FC 神岡が提唱しているベーシックインカムは、政府貨幣を財源として月額20万円を全国民に支給するというものです。政府貨幣は政府が直接的に発行するお金なので、増税不要、国債発行も不要です。国民負担ゼロのお金なので、いくら支給できるかではなく、いくら支給すべきかという視点から支給額を決めることができます。ベーシックインカムがあれば、サービス残業や低賃金にあえぐ人たちが大きく救われます。低賃金と奨学金返済などによって結婚や出産を諦めている若い世代の人たちをしっかりと支えることができます。政府貨幣によるベーシックインカムは、明るい未来にチェンジしていくために欠かせない政策であると私は信じています。リスナーの皆さん、ご視聴ありがとうございました。また来週。